中村です。だるまもありがとう。<laughs> こんばんはこんばんは。お疲れー。すごい可愛い,いハートプりリエでございます。めちゃめちゃ。うんうんうん。 おかげさま、ありがかう。さっきテレビで坊っちゃん団子は世界で何位かみたいな「世界は <laughs> 世界で何位か世界でウケるのか」みたいなやつやってたんですけど。 あんんままり受けてませんでした <laughs> なんか世界のお菓子みたいなやつテレビで見てたんですけどそうなんかインドとイタリアとアメリカでなんか坊っちゃん団子はないかみたいな。 美味しいんだけどねいやまあ日本のお菓子ですからね奥 <laughs> ちゃんの配信奥ちゃんの配信さっきまで見てたんですけどそれ私奥ちゃんの配信で投げててそう、割と頑張って壇上に乗ったんですよそしたら「帰れ!」って言われ <laughs> 帰れって言われたんですけど <laughs> どういうことですかねさっき帰れっきれてて言われて だから私壇上さっきまで乗ってたから今もいるんじゃないかなと思うんですけどなんか全然起きちゃうのなんかももう話モードが「ななんかあんとかだよねなんとかだよね」なんと,かだよねとか話してたのにいちゃんが壇上にいるってんてんっ帰れ!」みたいなの <laughs> いきなり <laughs> いきなりの「帰れー来るな!」壇上に乗るなー 三位にいる嘘今三位にいるの私ダン呼んでもらいたいんだけど <laughs> めっちゃ嘘めっちゃ投げたよ馬あばたいや馬あばたにしたんよ。 おきちゃんのために <laughs> いやおきちゃん馬好きかなと思って <laughs> 馬アバターにしたんですよ <laughs> 馬バターって結構初期アバターなのかなみんな持ってるアバターなんかな 馬引きずってるそう馬引きずってますずっとありがとう <laughs> 忘れられなくって馬が <laughs> ずっとカラオケしてた

まだっぽいでも私の生誕祭が多分遅いからうん多分5月になりそう9月までに届くかな桜開花したえ開花した桜見てないんだけど広島で全然開花してません開花しろー の前、おきちゃんと食べに行った原宿のうどん屋さんちょうどでしたややばいですよあのなんか原宿のうどん屋さん行ったんですけどなんか東京に行ってご飯食べようって思ったら逆に困るんですよね何でもあるんですほんとにもう <laughs> 何屋さんでもあるそうでめっちゃ困って。 インスタでで調べたんですよそしたらなんか「有名なうどん屋さんがある」って出てきて行ったんですけどめっちゃ行列でしたありがとうえありすぎてそう困る逆に選択肢が多すぎるとねどこに行ったらいいのか分かんなくなる。 しかもさ東京は大体そんなになんか遠征して何泊もしないからその一食が結構大事なんですよ重要もうこの一食が重要なんですその一食を何に使うのか何を食べればいいのか本当に迷いますえミッキーさんありがとうございます桜タワーもらったありがたわー桜 もうじろう行かないのおきちゃんとはいかんねえ、ね、ジローはだいたい一人で行くわなんかねおきちゃんとジロー1回行ったことあるんですけど広島のなんか <laughs> あのタピオカを直前に飲んでて でなんかあんまりお腹が空いてないのに行ったんですよ。初次郎。でお腹ペコペコでいかないと多分次郎ってきついんですよね。もう多分直前にタピオカなんか飲んでる場合じゃないんですよ。もうその日は次郎って決めていかないといけないのに。でその日もうほに苦い思い出になった次郎が。本当に。 なんか、ね、ジローとかってさラーメンさあの大、ー、体いい、まあ、店舗にもよると思うんですけどウジロー自体が脂っこい感じの結構こってこてな感じなんで胃もたりしないように黒ウーロン茶とか、まあ、そういう飲み物を持って入ってもオッケーな店舗とか結構あったりするんですよ。そうなんですけど私たちはタピオカの殻を持って入って。 <laughs> いないですよ、まあまジローねタピオカ飲みましたみたいなから持って入る人いないんですけど打ち込み OK まあ頼めるところもあるのかなお店によるのかな <laughs> 自販機の店の前にあることもや,やっぱなんか そう二郎対策みたいないもたれしないように。ありがとう初見さんなんか村井です。日暮県出身です。えー、何の絵描こうかなお花見の絵にしようかな。お花見といえばみんな何を食べますか。みんなの意見を聞こう。 団子でもこの間だ子ご書いたんよ団子じゃないものにしたい団子以外おにぎりあ桜餅唐揚げあなんかお弁当のイメージあるよねケンタッキーケンタッキーいいねあ <laughs> 普通にあのお花見にケンタッキーいいね。巻き寿司。 えー、じゃあそうだなうんお弁当お弁当むずいな結構や焼肉バーベキューやおにぎりと桜餅にしようもうなんか米米ほんとに米米パラダイスです桜餅むずい うんしょっぱいお米と甘いお米それでいきます桜餅えでも確かにむずいよね。 色なしの桜餅。結構このタワーの絵は白黒で全部描いてるんですよ <laughs> ありがとうちょっと待って桜餅むず。 なんか <laughs> やばい <laughs>。ちょっと待って <laughs>。どうしようかね。<laughs> 葉っぱでくる、桜餅投げてくれた人がいる、これを見て書きます。これさ、あの桜餅って二種類あるよね、なんか。うん、どどこで分けてるのかわかんないんだけど、なんか二種類ぐらいあるよね。 西あのお米お米タイプとお米じゃないタイプだっけえあんこが違うんだっけえな何だったっけあ皮が違うええ 私、お米…え何 <laughs> なんか、こう、いっぱい食べた図を描いたんですけどあの、ヒゲみたいになりましたこう、ご飯粒つけてるみたいなのを描きたかったんで 花見配信とかしたい家に桜植えなきゃじゃーんありがとうございますミッキーさんででででーんで,でーんありがとうわこの苦戦した桜餅 <laughs> まあ桜餅ということで ありがとう、ミッキーさんありがとうありがとうあざといでしょあざとがある花見できるえまず花がないんですよ えしも、ま。桜開花してなかったっけ？えじゃあ私が見たとこが開花してなかったんかな。なんか今日見たのにな。なんかさ、いつもさ、毎年なんか。 私の誕生日までには桜残ってないだろうなって思うイメージがあったんですよなんかわかんないけどもうこの時期には咲いてた気がするんですけどなんか今年遅れてますかかなんかいや遅いイメージある昨日開花でもさ開花宣言ってさあれなんじゃないのこうなんか つぼみから桜に咲くのが五輪以上だったら開花しましたって認められるからまだ満開には程遠いんじゃないそうだよ、ね、なんか基準があるみたいな。 詳しいななんかねなんだっけなんかで教えてもらったんですよねテレビの。ビビサタかなビビササタタかかなななの時だったかなそうなんか愛媛県は松山市の道後公園だったかなの桜のあるこの桜の木が標本になっててその桜が五輪以上咲いたら松山で開花宣言ができるんですよみたいなのを前に教えてもらって。 そうなんか決まってるらしくてこの桜を見るみたいなこの桜の木が五輪以上咲かないと開花したって言えないみたいなそうそうそうなんか標本みたいな木があるらしいその広島にもあるのかな どれか知らない <laughs> けどあるのかなあるよね <laughs> アナウンサーさんに教えてもらいました <laughs> 広島市は出家出家わ分かりますよあの紅葉が綺麗なところですよね 場所どこにあるんだろう分かんないこの縮小の宿に景色に縁で出家市内にあるんだ広島市内に <laughs> ありがとうございます 桜、えーね、めっちゃ湿気縁綺麗なのかな行ってみたい <laughs> 美術館うん <laughs> みんなが教えてくれる <laughs> どこの近くだよって <laughs>。 でもさみちさんの卒婚の時ぐらいもし広島に来た方はさ結構桜咲いてるんじゃないですか31桜って咲くスピード早いから散るのも早いですけど。 向き前行為の時散ってるか ?7 日までどうなんだろうね <laughs>。わかんない。葉桜ぐらいになってるのかな桜と聴いて思い出す曲は今。 10年,年後にまた会おうこの場所で待ってるよ10 <laughs> 年桜が頭の中に一瞬ファって浮かびました「か桜の花火だたちが咲く頃かな」。 の雨の辺にはうららかなひらまりあとわずかの春のカレンダーあのさ前田敦子さんバージョンなんかピアノのやつこうリズムなんかピアノだけのやつかな あれ好きあれ歌いたいいつか <laughs> ピアノだけあのさ生誕祭のさスピーチの時とかスピーチっていうかあの手紙の時とかにさ BGM みたいなんで流れてるやつあれのインストな気がするんだけどちゃーちゃーんゃーンチ <laughs> か流れてるじゃんピアノみたいなさ こうみんなが手紙読むんじゃんかその時にさ流れてる音楽ピアノのやつあるじゃんあれそうな気がするんだけど <laughs> ありがとうございます わ、ね、かんんななない違うかななんか、そのイメージがある <laughs> <laughs> 桜ありがとうございます桜の花。 ミラ。桜の木になろう。えエいエーのちょっと今いろいろと考え考え事してた。 D メロが好きん ?D メロかなおし花のような。まあ、ね前田敦子さんの声が好きなのかもしれない。めっちゃ声好き。なんか、ギュッてくる。なんか、あん声いいな。声好きだな。 お団子ありがとうあんたも <laughs> 4月5日の瀬っとり決めた決めたよおきちゃんとそうですよ皆さんお待ちしてますワイ <laughs> おいはマイキューの声が好き 本当ですかありがとうございます <laughs> <laughs> この声が好きなんですかありがとうございます <laughs> 夢の川ええー、いいよね夢の川私も好きよ 右肩いいねなんだっけ君はあれソロ僕だのやつ <laughs> あれなんだあれも好きだよそのままの曲画あれ君は僕だ合ってる

だってよ、えー、ど,んどんなんだったっけ?「A メロイメロてててテ」「木漏れ日の」のちょっと予習しないと歌えない気がするな明日ミニ公演えー、明日ミニ公演みたいな感じだよみんなで曲やったりするそうそうもうね最後がね なないんですよほん,なんかそのももちゃんとおきちゃんの最後の四国の公演とかがもうなくってそう結構ね予定が詰め詰めだったのもあったのかそうもう最後って分からずに終わっちゃってて公演そうだから「かわいか活動公演ね」

ブルブルブル歌い、あルブ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 そうあの全ブルブルブけなかった。マイブルからのこの声ここが好き。サビ前のねそのメロディいいよね。 なんかブルブルって大事なんだって分 <laughs> かんないけど大事らしいうんこのブルブルなんかこのそうなんか今日 こうなんかいつも立って歌うんですけど「今日は座って歌いましょう」って言われて座ってそしたらなんかバランスボールがあって「こうバランスボールじゃあのコアラみたいに抱えてください」ってこうやってこういう感じでまあバランスボールじゃないんですけど、まあ、まあボールみたいなこう抱えてでこうやってちょっとかがんでくださいみたいなでそれで歌いましょうみたいな言われてね それででずっと歌う練習してたんですけどなんか腹圧なか呼吸法とか腹圧とかをやってね、なんか「腹圧は説明すると合気道みたいなイメージです」って言われて合気道が全然自分分かんなくって「合気道?う」うんどういう感じやろと思ってそしたら先生がなんか「うんあのおさんと似てます」って言われて。 あのなんか「産む感じです」って言われて「えもっとわからん!おさん」みたいになってそう結構難しい腹圧なん横隔膜のもうめっちゃむずいなんかその多分先生も伝えるのがむずいと思うんですけど「なんかお産ですか?」みたいな「で産んで!」みたいな感じだったんですよ今日のもう本当にボイトレは。ね難しいと思って そ <laughs> んんんんなななこといいいででですすすよよよおおささわかちょっと難しいなと思いながら、うん、今日は結構苦戦しましたね。でそうこうやっておさんのポーズでブルブルって全部歌いながら <laughs> そうブルブルで歌いながらずっと練習してて。 でもなんかこの感覚なんか感覚を伝えるのって結構むずいじゃないですか言葉でもう先生が頑張って感覚を伝えてくれるんですよでその感覚を覚えることが大事らしくてボイトレはねも毎回変わるんですよなんかレッスン内容が今日はこれをやります今日はこれをやります 難しいよね <laughs> ブルブルで歌うの難しいんだよやってみて <laughs> 練習大事歌えるえう頑張れば歌えるよ でもブルーブルーで音程取れてるれたら普通に歌でも取れますよってタラコえちょっと今の曲わかんないえちょっと待って A メロからやるわブブ ちょょっっと待ってそうでしょ今これ「夢力」歌ってたんだけど <laughs>「夢力」って難しいな <laughs> でもこれで聞き直したら分かるよ <laughs> ああねでちょっと待ってゆっくりな曲にするわ「ブルブル」はテンポがいい曲難しい。 唇が倍になる。え、ブルブルにするのき <laughs> ちょっと待って、恥ずかしい <laughs>。 結でしたー <laughs> あ,あのい、ゆっくりな曲だったらできるかも <laughs> 飛んできたらいきなりブルブル <laughs> いや、そう、今ブルブルしてますブルブルタイムあんたとさくら、ありがとうねおっ

ちょっ,と待って、いけてるかもしんないこれはちょっと嬉しいこれは分かる分かりやすかった嬉しい <laughs> いい判断になったねっ分かりやすいゆっくりな曲の方がね口が本当になんかジンジンしてきました <laughs> リップロールうまいリップロールでって音程取ってるのえなんか。 えってってるかかんないやブルブルしながら声発してるとえどうやってやってるかわかんないルブルブルしながら声ルブてるルブ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  疲れんか、うん、できませんって難しい <laughs> 特技にのせよういや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 割とみんなリップロールできるよライブ前とかやってるメンバーいますよブロ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 、うん、なんかそのこういう練習もあるけど単純にこの辺をほぐすのによかったりとかする口周りを。 からライブ前に寄るメンバー結構いるもう一曲クイズお願いしますちょっと待って今ゆっくりな曲探してるんだけどうんーね <laughs> STU の曲にしよううんブルーブルあーちょっと待ってむずい <laughs> 曲超ゆっくりがいいんだけど <laughs> 出てこね <laughs> 早いのはねちょっとねあれやな うちの声。へたり合って。 <laughs> 言われてやったらわかる STU」で唯一5分超えの楽曲わかるえー、瀬戸内の声は長いよめっちゃ5分はあると思う 瀬戸内の声瀬戸内の声ね6分はないと思うんだけど5分6分近くある気がするそんなことない5分38 <laughs> 結構長い今日のマイクめっちゃ変ですいやー聞いてください私あのー 毎日変なんです <laughs> あの今日だけとかじゃないんでちょっとんか別にこれは自分で自覚したってよりかはなんか「私なんだか変なんです」っていろんな人にいっぱい言ってたらそしたらいやまいちゃんっていつも変だよみたいな言われたから。 ちょっと自覚しました。<laughs> 毎日毎日変わったことばかりですよほんとに通常運転そうですよ普通ですよ私の中じゃまあほんとうございます <coughs> 本当にねもう毎日毎日疲れますよねほんとにこの自分の体を操縦する感じ もうなんか操縦士の気持ちです私自分の体なんか <laughs> 自分という人間になんかこう入って運転してるような気持ちだなフ <laughs> 何,何免許えエヴァエヴァって私見たことないんですよねあんまりやればできるみたいなやつじゃないか負けちゃあここで負けちゃダメだあ違うかなんかそのやつあ逃げちゃダメだだ逃げちゃダメだそれは いや、見たことないんですよね <laughs> 惜しかった <laughs> <laughs> 面白い,いやなんかさ何シリーズかあるんですかねえ最近もやってましたまあ最近じゃないかもしれないけど最近ありがとう映画か <laughs> 私がね後悔していることがありましてですねまあなんかそういうアニメとかあまり見てこなかったことなんですけど例えばコナンくんとかも有名じゃないですかコナン君と「かあとワンピースとか。 あとまあ映画で言ったら「ハリー・ポッター」とかもう超有名な作品たちを見てこなかったんですよ全部、ね、今も見てないんですよ <laughs> であのー、よくそういう話題って話の入り口とかで使われたりもするじゃないですか、えー、なんかこのアニメとかで通じてわーって話が膨らむこともあるじゃないですかで現にドラさんはコナンくんが好きなんですよ私は見てないから <laughs> ついていけないんですけど <laughs> で それらの全部を見たことがなくってで,でも見ようって思ってもえでも今更見たら遅いかなみたいな気持ちになっていやそうなんですよねこれから見るの楽しみがあるあーちょっとポジティブ今から追うのは大変いやそうなんですよ 本当にそういうのってもうすごいなんかいっぱいシリーズとかがあったりとかいっぱいもう何巻も出てたりするじゃないですか今から追うのはもう先が遠すぎてなんかちょっと絶望 <laughs> もうもう感じてる桜と桜餅ありがとう。 いやコナンくんはね、一回見たんですよ。なんか、映画を一個見たんですけど、金曜ロードショーかな、なんかやってたやつを。でもね、オキちゃんの解説がないと、一個も見れなくって、もう訳がわからんぐらい、もう、本当に、なんか、オキちゃんが、いや、この人はこうだよとか、これはこうなってこうなるよ、この人はこうだから、みたいな。全部言ってくれてたんですよ。この,この人はこういうキャラクターで、みたいな。だから、見れたんですけど、 解説がなかったら多分もう本当に理解全然できてない <laughs> あと難しいよね結構 登場人物もう分かるよ、うん、分かるんやけどねでも難しいですね「<laughs> ワンピース」とかハマったらすぐ影響されそう「いやワンピース」もね「あの人がルフィで」とか分かるんですけどなんか <laughs>。 手が伸びるとかそういう基本情報はなんとなくわか来るんですけど <laughs> あのあんま見たことがなくってね映画とかもめっちゃ出ててねすごいもういっぱいニュースになってたのに全然ついていけず今更後悔してますね本当にに何かこういうの見とけばよかったなーって。 追いつけんくなるんやねコロナ禍の時いやコロナ禍の時見てないもう何してたんだろう自炊めっちゃしてたわ毎日なんかもう本当にあの千切りに快感を覚えて人参の千切りばっかりやってたし本当にもう <laughs> 何してたんだろうあの自炊して配信してみたいな 暮らしやってたよでリモートでなんか仕事したりどういうジャンルのアニメの漫画えー、なんだろうでも私もう恋愛系が好きなんだよねなんか青春みたいなキュンキュンしたアニメとか大好きうんなんかそのアニメが好きなんですよねそういうキュンキュン系は。 料理の腕上がったかいや上がってないよそんなに私なんかお母さんになんか私とお姉ちゃん2人に言われたことがあったんですけどお母さんがね「あの人た,たちリンゴのリンゴをむくことはできるの?」みたいな言ってきてでお姉ちゃんが「私はできません」みたいな言って「で、私もできません」って言ってえそうなんかリンゴって。 皆さん、剥く習慣ありますか?」で、なんかりんご剥けないの?」みたいなすごいお母さんに言われて「<laughs> でりんごぐらい剥けるようになんなさい」ってそう割と最近に言われたんですよ。でちょっとりんごを剥いた経験がマジでもうほんと1回か2回ぐらいしかないんですけど一応できるえこういうやつこうってくこうやってこうやって。こうやって 剥けるよえ、何練習すんのいつ剥くのリンゴなんかさ料理でリンゴを使うこともないからさなんかリンゴを剥いたことがそんなないかももうピーラー様様ありがとうございますこのようにピーラーというものうわ練習します。 家庭でえ家庭科で,え家庭科でやったっけそんなのやったことないかもアップルパイえいいじゃん私ちょっとじゃショールームでリンゴむいてみようかなそしたらもうコメント欄で「危ない危ない!」とかめっちゃきそうだもうやめましょうかね今炎上する未来が見えたんで <laughs> でもアップルパイはさパイシート買ってきたらもう 美容で作れそうあ煮ないといけないのかりんご自分で剥いて食べるマジえこうだよねこうやってねーやりたいショールームでやってもみんなが「危ない見守って見守ってくれたら」 先に切ってから剥くと簡単あーあの丸々一個じゃなくて先にこうバン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 って何等分化してこう剥くってこと丸ごと剥くのはしないってことえー、ちょっとリンゴをき。 リンゴ剥き練習したい <laughs> 丸ごとむ…え、そうなのコンビニのカットリンゴ買うえ、めっちゃわかる私もセブンイレブンのカットリンゴとかめっちゃ買うんだけど <laughs> もうカットされたリンゴ買っちゃうんだけど <laughs> 梨,あ梨を食べる習慣がないです、ね、私もう梨というものをそんな食べないんですよねあんまりみずみずしくて美味しいけどねじゃあちょっと検討しますね私はりんごうわ大丈夫かな えちょっとさ最後に怖いいい話していいなんかさうちのさ包丁包丁があるんですけどねなんかお姉ちゃんがねなんか「ちょっと包丁が欠けてるの知ってる?」って言ってきて見たら包丁が欠けてたんですよ普通に歯の部分がねでどこ行ったんだろうね私たち食べたのかなキャーみたいな話してたんですけど私たちもうピンピンに元気に生きてるんですよ本当に <laughs> 包丁が。 かけててめっちゃ怖い本当に怖いんですよ私たち体調不良ないみたいなないよってあの家で会話したんですけど結構ホラーでした歯に挟まってない、えー、ー挟まってなさそう <laughs> 怖,い怖いよね私もちょっと怖いですこれは皆さん包丁がかけるのには気をつけてください <laughs> めっちゃ怖いよ本当に気づいたらだったからなんかあのうわっかけたとか知らなかったからなんかある日突然「えっかけてるよこの包丁」みたいになったんですよ。 <laughs> <laughs> まあそういうこともあります <laughs> でもねなんかその銀色の包丁じゃなくってなんですか白い包丁だったんですよなんでえまだセーフえでもセーフじゃないよねもう歯の時点で。 わ <laughs>、うん、分からんセラミックっていうの分からんけどそれでは皆さん包丁のおかげには気をつけてでもうすぐ配信が多分終わりそうちょっと待ってあ五57分だった ちょっと口がね、裂けてきたんですよもう痛いずっと痛いんですよほんとに皆さん口が裂けるのにも気をつけてください <laughs> <laughs> そう3日前ぐらいから裂けてきたんで口がほらなんかショールームじゃあょっとわんないなそれでは誕生日を呼びまして。 アウディさん、タカノリさん、カク,クチャンマルさん、カミキチさん、クマネパパさん、モドモチさん、ミッキーさん、東京のスワンさん、ボンちゃんさん、南波のさとさん、馬ちゃんさん、シーサーさん、福トロさん、ありがとうございます。おやすみおやすみ。次のライブ、みッちさんの卒業までにはここぐらいまで避けてるかもしれません。<laughs> いやー ありがとう明日は木曜日ですえそうだよね今はねあもうあと一分前ありがとうございましたよくなりますようにありがとうお大事にさ <laughs> くらありがとうね皆さん また明日あ明日は19時から四国の配信があるので見てねあショールームでやりまーす19時集合でーす <laughs> おやすみなさいまた明日ショールームどこの多分全メンバーわ <laughs> かんないけど多分また明日 これでも多分やります待ちわおやすみ <laughs> まだね